Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきます。台風6号沖縄で死傷者22万戸が停電暴風土砂災害などに厳重警戒続く山口県上関町に中国電力が提案する中間貯蔵施設関西電力と共同で建設を検討 議会襲撃事件でトランプ氏起訴。三度目の起訴で本丸にメス。保険証の廃止延期せず、岸田総理が明日表明。資格確認書の期限延長で調整。損害保険4社に追加報告命令。企業向け保険でかか価格調整、慣れ合い横行。 さて、まずは台風6号ですね。大型で非常に強い台風6号は沖縄県宮古島の北の海上をゆっくりした速さで西寄りに進んでいます。このゆっくりっていうところも厄介なんですよね。そ,ねそれだけ影響を受ける時間が長くなるということ。はい、そしてまた U ターンしてきそうな進路っていうところで迷走してますよね。 え、これによっていろいろと被害が出ているということで、毎日新聞なんですが、こちらは毎日新聞では、 二人死亡というふうに出てるんですね。はい、えー、沖縄県警によりますと、えー、8月1日午後10時15分頃沖縄本島北部の大宜見村で、えー、男性が倒壊した車庫の下敷きになり、亡くなったということです。<ー>90代の男性ですね。はい、えー、また、うるま市では1日の夜、 住宅が全焼する火災があり、火傷をした住人の女性が搬送先の病院で亡くなったということなんです。これ、台風による停電のために、はい、家の中でろうそくを使っていたということなんですね。<ー>このろうそくの火が映ってしまったんじゃないかと見られているということです。<ー>また沖縄電力によりますと、2日の午後時点で、 県内全個数の34%にあたる215,800個が停電したということですね。<laughs> エアコンも使えないような状態、ね、それはきついですよね、やっぱり、あのー、台風が来たといっても、やっぱりこう蒸し暑さっていうのは、ねうん、ありますから、はい、こんな時期にこうエアコンが使えないとか、あ,とあるいはこうテレビもね、はい、なかなかつけられなくって、情報とかで、あの充電ができないとかね、そういうのも困りますよね。えー、交通にも大きなな乱れがが出ててていいますす、はい、さて、えー、続いてなんですが 昨日も、えー、一方お伝えしました山口県上野関町での、えー、中間貯蔵施設の建設を検討しているというニュースがありましたけれども、はいえー、中国電力の大瀬戸常務執行役員が昨日、 山口県上野関町で記者会見しまして、上野関町の,その中国電力が所有している土地で原発の使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設を検討していることを表明しました。ただ、単独での建設や運営が難しいとして、 同じように施設が必要となっている関西電力との共同開発を前提にボーリング調査などを進めるということなんですね、うんえー、大瀬戸常務が昨日の午前町役場を訪れて西町長に説明をし西町長は近く臨時議会を開いて調査を受け入れるかどうか図る方針ということですまあ町と電力会社とではもともと何かこう話みたいなものはされて いたのかもしれません水面下ではね、はいえー、ただ、住民からすると、いきなりっていう感じがしますよね、うん、まあこのあたりはしっかりあの説明をする必要があるんじゃないのかなというところです、ただ、まあ、あのこの町、上関町には、推進派、反対派、もう、真っ二つっていう感じになってるようなんでね、えー、このあとどうなっていくのか、展開はどう進んでいくのか、ちょっと注目ですね。 さて、えー、続いてはトランプ大統領なんです。元大統領ですけれども、ワシントンのアメリカ連邦大陪審は、1日2020年大統領選挙で敗北した結果を覆そうと画策し、アメリカ議会選挙事件を引き起こしたとして共和党のトランプ前大統領を起訴しました。アメリカの民主主義を揺るがした事件は、当時の大統領の刑事責任が問われる事態に発展しております。 不倫関係の口止め料を不正に処理した罪、そして機密文書を不正に持ち出した罪で既でに起訴されています。トランプ元大前大統領ですけども、今回でまあ3つ目ということになりますね。3つの異なる事件で訴追されたということになります。ただまあ強気な姿勢は変わってないようですけども、まあそう、これによって民主派、 共和党派またなんかさらに分断ユナイテッドステーツがこうディバイデッドステーツみたいになっていってるなっていうね<笑><笑><ー>感じがありますね。しでもしと支持するる人がいる <laughs> ですかね。ね<え>やっぱりね。だこういうふうに出れば出るほど、一層なんか不審になってしまうというか、そういう思考に働いてしまうと、はいうちょっともうになるというかですね <laughs>、<laughs> あるのかもしれませんね。んさて、政府は2024年秋に現行の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体化する方針をめぐって、廃止時期は延期せず、保険証の代わりに発行される資格確認書の有効期限を延ばす調整に入ったということで、岸田総理、 えー、明日にもですね会見を開いて対応を表明する見通しです樋口清則です僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思うゆえに我あり ぜひお聴きください。